ロボットにドローンを搭載し、建物やインフラの点検作業を効率的に行えるシステムが公開されました。こちら、人型ロボットなんですが、その後ろに回るとドローンが搭載されていまして、陸と空、それぞれの欠点を補い合ってくれるということなんです。ドローンは高い場所での撮影や点検ができる一方で、飛行時間が限られるため、できるだけ目的場所近くまで運ぶ必要があります。そこで、ロボットからドローンを離発着させることで、より効率よく長時間点検することが可能になりました。ロボットとドローンを一人で同時に遠隔で操作できる技術は、国内で初めてだということです。